どうもマリサです。今回は、すごい砂漠、やるよ。急にどうしたのよ。実家ずっとこの砂漠やってたんだのね。そんで大学推薦書を集めていたんだけど3万枚集まったから一気に使おうと思ってね。3万枚、それはやばいね。どうやって集めたのよ。自力に突出したのよ。私も今1回に1000枚しか交換できた方が良かったよ。それに各ボスの枚数もすごいな。1000枚で特殊討伐は6枚だね。で3万枚ってことはよ、討伐1万回ってことじゃんけ。そうなのよ、それがめっちゃ悪いのよ。でもね、1万回も討伐したら結局、討伐どんだけもらえるねんって話なのよ。考えただけでやばいよね。それに合わせて戦闘力もどれくらい戻るのか楽しみね。特殊討伐するから貯めておけって話があったからね、1、2ヶ月くらい我慢して貯めたわけよ。すっごい我慢したんだから。我慢してたのね。そうなのよ、だから初めて特殊討伐のようよ。どうやら月に20倍の報酬がもらえるってんで驚きは不正です。すごい手間でできたけど大丈夫かしら。それにしても推薦書3万枚もあると交換するのも不可能なのね。まだ約半分しか交換できてないよ。本当はもっと我慢したかったの。できれば前にイベントであった報酬2倍高いっていう5倍高のイベントのため、でもさすがに我慢してても戦闘力なかなか上がらない。強く見えて、続いてなくなりそうでね、モチベーションのためにもやることにしたんだよ。それにしても長いのそろそろ話してたのかなってきたよ。どこの店はどのくらいすごい砂漠やっているの。ゲームが配信されてすぐにやり始めたよ。私にはおそらく1000万円くらいじゃないかな。じゃあそんなすぐにいたではないのね。そうだね、このゲームは少しの課金したところで強くよくなるわけじゃないからね。MMO での評価は高いらしく、課金で強くなるのではなく、コツコツでとやることで強くなるのが評価されているらしいよ。それでも再課金できる人がトップ10になるのは平面上しかないけどね。聞いたところによると、トップ10は何百万も使っているんでしょ。現在2019年8月であり、1000万超えて1万円のうちのうちに多いよ。それほど使えるならどんな人たちになっちゃうよね。でもうまくやれば課金しなくても中盤くらいの頃に強くなるのがすごい砂漠の特徴だね。地道な努力が必要になってくるけど、それで楽しめるのはゲーマーとしての腕の見せ所でもあるよ。ついに交換し終わったみたいね。バラッチ良いけど、だいたい100月5月交換から600くらいだね。特殊討伐は47枚。これでどんな報酬が出てくるか楽しみで仕方ないよ。それでは早速やっていくよ。これはマスカンのシューズとギアスのヘルム期待しちゃうね。討伐前にちょっと気にしてくるよ。交換すごいできるのね。
お次はマスカンだね。こっちはもっとすごい30枚も特殊討伐あるよ。正直何日かかんだよって感じだけど、頑張ってね。すげえやる気でないけど、3日くらいかけて全部消化したよ。めちゃくちゃ報酬箱あるやん。おそらく合計で2万個ぐらいはあるよ。さてさて、これからがお楽しみだよ。開封していくのね。どんだけもらえるのかしらね。よくわかんないけど全部は一気に開封できなかったみたいね。ちょっと待っててね。戦闘力は討伐だけで200上がっているわね。そうなのよ、討伐回す前は4500ぐらいしかなかったんだけどね。今は見ての通り4700まで上がっていたよ。でもすげえ面倒だったのよ。さすがに1万回分の討伐はもうやりたくないぜ。何やら報酬箱開けるのに困ってるみたいだけど大丈夫？さすがに9000個一気に開けるのが無理みたい。
なんかとんでもない数の報酬だったね。さてここからサクサクいくよ。上級ブラックストーンが約1500個ずつだね。中級は1万9000個。下位ブラックストーンについては5万7000個だよ。武器防具でワンチャン神話装備とか出るかなと思ったけど伝説装備が出ただけだったね。でも光原石に関しては5万7000個神話が何個出るか楽しみね。これから古代遺跡も3万個あるからまだまだ楽しみはいっぱいあるよ。動画が長くなってきたね。それではそろそろ。ご視聴ありがとうございました。